私どもが。いいんですのよ。そのお召し物はどうしましょう。モローロ、うまいよ。ステフ、家庭的なところもあるんだな。ねえ、お嫁さんにするといい。気は確かに持つんですな、ステファニー。あんた、なんだ。どうやらこの場で一番男の子の体に詳しい女子が決定したようね。普通だろうが、中学生だぞ。芸術作品とかで。ちょっと結局どうなったんですか。ナマサちゃんのエッチ、おまけさ、アダルトなどめさんか。つまり今日僕は普通に振る舞っているだけで、お嫁さんの裸が見られるというラッキーデイのはず。ちょー、なんでいたよ、カラメちゃん。お兄ちゃんも変わってるな。ただ寝ただけだろ。じゃあお腹の子はどうするの。ソラタ、今度は何だよ。セックスしたことある？ソラタ、びっくりさせんな。ないよ。いい体なのに。どういう理屈。あのな、俺の嫁は意外と可愛くて、しかも一途でだな。ルシアン、ルシアンってさあ、こっちに来るぞ。おはよう、ルシアン。西村、知り合い？いや、いや、マー君、千夏ちゃん、朝ごはんよ。マー君、子供の頃からドーナツ大好きだったものね。お砂糖たっぷりよ。唐揚げも揚げたて。じゅわじゅわ言ってるでしょ。いや、いい。あ、化粧してもしなくても同じだ。じゃあ、先に妹紹介するね。ユキホーいる？もうちょい、あと一人。すみません、二人ともあんな感じなんで。よく寝ておる。寝顔かわいい。あすか。という悶絶イベントを起こすためのガチャが、今なら1回300円で回せます。マナチアグリ、それ100回回す。毎度ありです。やめろ、俺を出しにうちの彼女をたぶらかすな。おい、アグリ、目を覚ませ。俺を楽しむのなんか無課金で十分なんだ。わかりました。この際はっきり言わせていただきます。私は、わかってるって。お前も食いたかったんだろ。この癒しんぼめ。違います。お前だとそんな顔するんだね。それにこのチャンスに男紹介するなんて、小関ちゃんだ。だお母さん。じゃね。今日
強烈なお母さんだな。ごめんね一条さん、つい手が動いてしまいましたの愛ゆえに。奥間くん、昨晩の続きはまた近いうちに機会を必ず設けさせていただきますわ。悲願の声が聞こえるのか。そんだけ動けりゃ大丈夫か。 あなた今朝のあん時はどうも。イタリトス。ええ姉さん、これは聞き捨てならないね。ええ、あれだけ甘いもの食べまくって普通なんて。そこじゃないよ、流星群だよ流星群。はあ、はいはい。すごいどうでもよさそう。そんなことはないですよ。ええ、私たちも追いかけようじゃありませんか。そうだよね、予算オーバーだ。あ、私が払いますから。 あとこれ。なぜなめたけ。なめたけ最強じゃないっすか。おかゆに乗せても抜群の相性ですよ。単なるお前の好物だろ。まあ払ってくれるのなら問題ないが。